皆様こんにちは、四軸テックコロです。私は今、中区、広島市中区ですね。対岸は旧広島市民球場が昔ありましたね。レフトスタンドの後方と、そして本川の川べりにいるということになります。じゃしばらくちょっと、この川べりをちょっと撮ってみようと思います。結構昔は自由に船を係留している人たちがいまして、ちょっと問題になったこともまああったんですけど、まあ、今はこのようにですね、きれいに整備をされています。勝手に橋に係留してたりとかして危ないんでですね、そして雁木です。ちょっと撮影しながらは危ないんで、まあ降りて撮影できるようだったらしてみましょう。まあ、こんな感じですね。向こう側はこうちょっと歩道みたいなのがあって、リバーウォークできるんですけど、こっち側はちょっとここを歩くわけにはいかないです。そして元町の高層ビル群ですね。子ども科学文化センターだったっけな、ちょっと名前があれですけど、プラネタリウムはちょっともう確か使ってないんだと思います。あのドーム状のはプラネタリウムで昔見に行きました。でその向こうが、まあ、グリーンアリーナですね。そしてなんだこれは、キノコか、なんか、まあ、食べちゃいけなさそうですね。海岸の人いいな、あれは気持ちよさそうですね。対岸をずっと歩き続けると多分白島の方へ行ってしまうの でこっち側を歩き続けると、あの横側の方へ行くんでですね、あまりチャレンジングな行動には出ない方がいいかもしれません。ああそして、RCC の送信の鉄塔と、あ、ブッシャリ島もなんとなくちょっとだけ見えますね。で広島城と、ベンチに座って眺めてる人が多いと思ったら、まあ、いい風も吹くし、景色もまあまあだし、街のど真ん中にしちゃ静かなんで、これはいいかもしれません。で前方の橋はソラサヤ橋ですね。でこちら側がソラサヤ稲なのかな。ソラサヤ神社があるんでソラサヤ橋ということでしょうかね。
読みにくいんで金が振ってありますね。なぜか玉が落ちてる。お、慰霊碑。この地はかつてスラッサヤ町防空壕があり、昭和20年8月6日原爆投下された際、本川地区一帯の被爆死亡者数千の遺体を本川小学校に集めだびに伏し、その遺骨を埋葬した場所であります。その後遺骨は平和公園内の供養塔に移されましたが、永遠にこの聖地を永遠にって言った方がいいんですかね、記念し、その霊を慰めるために地区有志一同、愛よりか、昭和32年8月6日この慰霊碑を建立したのであります。ああ、この説明書きは平成6年4月。そうなんですね。あんまりこう自由に踏んじゃダメってことで、どうもすいませんでした。まあ、ベンチも置いてあるし、いいでしょう。そしてちょっと大きな雁木が、リバーウォークできるのかと思ったら雁木があるだけの雰囲気ですね。あ、なんか行けそうじゃないですか。行けそうだけど、どっから上がればいいのか分かりませんね。ちょっと行ってみようと思います。こうして見ると、近くで見ると結構流れてますね。あ、多分これ自転車とかで走る人が、いや階段しかないから来ないとは思うけど、いや、この橋の下なんか初めて来ますね。足元とカメラのファインダーと見ながら、まあ、あ、でもこれ先日ここら辺ぐらいまで水が来たんですね。砂が上がってるんで、で橋の北側に来るとちょっと広いところがあって、デイキャンプをしてる人もいたり、あそこキャンプしてもいいのかな、よく分かりませんけど、まあこの構図で見るとあれなんですけど、かつてこの河川敷の今のこの芝生がやってあるところとかは、まあ、向こうの公園とかもそうなんですけど、あの原爆の、いわゆる原爆スラムっていうバラックがあって、もちろん正式な家とかじゃないんで、あのちゃんとしてないじゃないですか、あの作りが。なんでよく火事が起きてたんですよね。で、あの危険だし不衛生だし、まあ、こんな街のど真ん中でっていうことで、
まあ、ここに住んでる人たちをどっかに収容しないといけないということで、まあ、この向こう側にアパートを作り始めたっていうのが、まあ、ありますね。で、まあ、アパートも古いアパートもあるし、高層アパートもあるし、でも世代も入れ替わったりとかして、たまに仕事で行くんですけどね、結構空き家も多いです。いいですねこれ、なんか、ほう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 、そうなんですね。これ右奥へ行くと、まあ、太田川、太田川か、まあ、これ本川って、太田川の太田本川なんで、太田川、本川ですね。で、正面に見えるのが結婚式場なんですけど、その手前のところから左側の川も行ってるんですね。出てこない。天満川、天満川だな。今はどうか知りませんけど、昔は、あ、そこから先は無理かな。昔はですね、広島の川を全部覚えないといけなかったですね。小学1年か2年かぐらい、いや3年かな。このデコボコのおかげで歩くスピードが、いてててて、いろいろこう木が生えてたりとか、こんぐらいしか歩いてないんですけど、結構この歩きにくいんで、あそこへ出てきましたね、水鳥も。こんだけ水量があれば、多分海の魚とかも来てると思うんで、それを狙うんですかね。さっき釣り人もいたんですけど、ルアーで何釣るのかな、地のあたり登ってきてるのかもしれませんね。空振りだったようです。また潜りました。いや、先を急ぐはいいんですが、やつはでかいな。ちょっと光の関係でモニターがよく見えないんで、映ってるかどうか分かりませんけど、だいたいこの角度でかいのが 1,2なんとなく体型が鯉っぽいんですけど、もう鯉も血のも入り乱れて、そんなの関係ねえっていう感じで、すんごいな。いや、
この川にこんなに魚がいるんですね。大田川放水路とかでよく釣りしてる人見るんですけど、何が釣れるのかなって思って、で釣り情報みたいな番組を見るとたまにチヌが上がってるとかっていうのを言ってる時もあるんで、まあ、ああそうなのかぐらいの認識だったんですけど、あんなにいても入れ食いじゃないのかもしれませんけどまあいるからといって釣れるわけじゃないんでですね。で調子を越えてここまで歩いてきたんですけど、あそこが上がり口ですね。多分上がるところがないんで、で本当にでも魚釣りする人ぐらいしか来ないのかもしれないですね。人が頻繁に来てたらこんなに吸いらないんで、秋門と会館すごいな。本願寺広島別院ですね。お弁当かなんか買ってくればよかったですね。あるいはビールでも。あ、さっき見えてたのはここですね。何なんでしょうね、ここは。釣り人のためにあるわけじゃないですね、完全に。うわ、すっごいいる。広島の街中なんですかっていう、これですからね、これですからね。よくまあ川が多くて自然豊かでとかって知ったように言うんですけど、いやこれはまさにそうですね。こんな街中のここであんなに魚が魚影がねいっぱい、いやいやこれはすごい。そしてこの雁木を戻すと、これもしかしたら別院の専用の雁木だったのかもしれないですね、昔は。知らないですけど、はい、ということで結構適当に歩いてきたんですけど、いいスポットを見つけてしまいました。それと向こう側はちょっとまた今度ちょっとね歩いてみようと思います。そうなんです、橋のところまで行って、橋はですよね、左に行くと横川駅前に通ずるんで、まあいいんですけど、また空鞘橋まで戻って歩こうなんて気にはちょっと、いやそれはそれでちょっと楽しそうですけど、それは何か食べてから考えることにします。この角度にも魚影が、それでは本日もご視聴ありがとうございました。